はい。皆さん、こんにちは。福岡県笹栗町、自在な成骨院の古田です。今日もですね、えっと、肩こり、首こりに関する情報を皆さんにですね、役立つ情報というのは、えっと、発信していきたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。今日はですね、えっと、患者さんの中でも非常に多いんですけれども、肩こりと頭痛、肩こり、首こりと頭痛に関するですね、情報です。 結構多いと思います肩囲って出てで頭痛もするこっちがひどくなったら頭がすっごい痛くなるっていう方ですねなんかあの今これ動画見てる方でもいらっしゃると思うんですけれどもえっとそれですね頭痛の中でもいろんな原因があるんですけどその中の一つの緊張型頭痛っていうのが、えっと、考えられますでもずっとこう鉢巻きをでキュッと締めつけられたような痛みとか持続性のある痛み あのこのこ首の後ろから頭の前の方にかけてこう締め付けられるような痛み頭痛の方って結構いると思うんですけどそれはもう肩こりから首こりりかからら首来てているのが原因がですすね大半を占めてます触ってみたら結構硬い方いらっしゃると思うんですけども、えー、これどういうあのー、ことで起きてるのかっていうのはちょっと説明したいと思うんですけれども。えっ、ー、と そもそも頭痛とか痛みってですね、なんで起きてるのかっていうと,えっと神経が原因で神経がですね、負担がかかってますよっていうことなんですけれどもえっと具体的に言うとですねまあ持ってきました骨模型えっと人間の骨ですねでこれが頭まこっち向きですね頭でここが首の骨なんですけどこの黄色く見えるのが神経です。 首の骨、背骨の中をですね1本ずーっと太いのが通っててそこからこう枝分かれしてってるんですけれどもねこれ神経ですでこの間動画でもあげましたけれどもストレートネックだとかこう頭が前に行ってしまうことの,あのこの関係で周りの筋肉がものすごい負担かかってしまいます頭の重さボーリングの球でいうと同じぐらいなんですよ。ボーリングの球と同じなんですけど重さでいうと、えー、4キロから5キロ、4 5キロあるのが 支えあの4 5キロある頭を支えてるんですけどもこれが前にいくことで4 5キロの以上倍3倍ぐらいの負担がこの周りの骨だったり筋肉に負担がかかるんですねだからすごい硬くなるんですよで硬くなった筋肉どうなるかというとこの神経たちをギュッてこう締めつけてしまうんですねでここだけじゃなくて頭の方にも筋肉あるのでそこの筋肉たちも硬くなってしまいます で神経締め付けたらどうなるかというとこなんですけども神経ってそもそもですね、えー、何してるかといったら痛みを感じるセンサーですわかります痛みを感じるセンサーどういうことかというと肘がすごい分かりやすいんですけどもあのここの肘あれじゃないですかでここのコリコリなんか押したらものすごい痛いと思うんですけども <laughs> え思考神経通ってますでここをパーンってコピンの中で叩いたりこうグリグリしたらここ痛くないですか あのー、これ神経をです、ね、刺激すると痛みにつながりますよっていう一つのですねそこ、えー、なんですけども裏付けなんですけれどもあとは分かりやすいのは医者とかですね歯の治療なんかするとき神経をグーンとすると痛い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 ,痛いっていう風に感じると思います結局それも神経に刺激を入れたら痛みとして感じるんですけどもそれと全く同じことが皆さんの首肩で起きてます首肩の神経を ギュッとこう締め付けてしまう頭の神経はですね筋肉が硬い筋肉がギュッと締めつけてしまうと何が起きるかといったらそれが頭痛だったり首肩周りの痛みとして起きてきますので、えー、頭痛で悩まれてる方ずっと痛み止めの薬ばっか飲んでるそれで対応してるかもしれないですけども緊張型頭痛だった場合ですね、えー、と首肩の筋肉がそのぐっと硬いままだったら痛みが出てで痛み止め飲んで 痛みを一回なくしてでもう一回痛み出てなくしての繰り返しになってしまいますので体にものすごい負担になりますなので一回筋肉の硬さとか普段どういう姿勢をとっているかというのを見直してみてですね肩こりと頭痛つながってないかというのを一回あの生活の中で見直してみてください、はいまあ、普段の姿勢ですねそこはすごい重要になってきますのでぜひまたチェックの方お願いします、はい、じゃあ今日は以上になりますので頭痛の方はですね、えー、くれぐれも注意してください、はい、以上です。